ケルティック・フロストは、スイス出身のエクストリームメタルバンド。ブラックメタル、デスメタル、スラッシュメタル等の派生ジャンルにおいて、多大な影響を与えたパイオニアとして知られる。2006年のライブブブラックメタル、デスメタル等のエクストリームメタルに、多大な影響を与えた。特に、ブラックメタルのジャンル形成には、バソリー、ベノムと並んで、大きな影響を及ぼしたと言われる。 バンド自身は、ベノム、ジューダス・プリースト、ブラック・サバス等のヘビメタルバンドや、バウハウス、スージーザ・バンシーズ、クリス・チャンデスといった、ゴシック・ロック・バンド、ディスチャージのようなパンクバンドから影響を受けている。メイクに関しては、クレイジー・ワールド・オブ・アーサー・ブラウンのシングルジャケットから影響を受けたと語っている。バンド名は、セルティック・フロストで浸透してしまったが、 トム・ジー・ウォリアー側では正確には、ケルティック・フロストの発音で一貫している。1984年、全身バンド、ヘル・ハンマーの解散後、トム・ジー・ウォリアーとマーティン・エリック・アイウラを中心に、ケルティック・フロストを結成。デビューミニ・ LP である、モービッド・テイルズは、アンダーグラウンドシーンで好評となる。ドイツとオーストリアで、初のツアーを行う。1985年、 ファーストアルバム、トゥメガセリオンをリリース。本作は彼らの代表作であり、様々なアーティストに影響を与えることとなる。1988年、サードアルバム、コールドレイクで、エルエメタル風に音楽性を表現させ、ファンを驚かせる。1993年、金銭トラブルや、バンド内の関係の悪化、レコード会社とのトラブルが続き、 ついにバンドは解散へと追い込まれる。2001年、再結成。2006年、アルバム、モノシーストをリリース。同年、リリースに伴うツアーを開始する。ヨーロッパ、アメリカ合衆国、カナダのフェスで、ヘッドライナーを務める。特に、バッケンオープンエアでは5万人の観客を前にライブを、行った。2007年、初訪日公演。2008年、 新グループ、トリプティコン結成のためトムが脱退。再びバンドは解散。2017年、創設メンバーマーティン・エリック・アインが50歳で死去。トムとマーティンの間には、バンド活動の条件が存在するため、事実上ケルティック・フロースト名義の存続は消滅した。創設者トム・ジー・ウォリアー2010年戦術の通り、バンドは、数々のブラックメタル、デスメタル、 スラッシュメタルバンドに影響を与えている。例えば、シンフォニックメタルバンド、セリオンは彼らのファーストアルバム、トゥメガセリオンからバンド名を取っている。セルティック・フロストの楽曲をカバーしているミュージシャンも多く存在する。例えば、ディム・ボルギル、オビチュアリー、ゴルゴロス、セパルトゥラ、ゴート・ホア、ギャル・ハマー等である。ニルバーナのカート・コバーン、クリス・ノボセリックは彼らのファンだった。 デーブ・グロールやアルター・ブリッジのリードギタリストであるマーク・トレモンティもことあるごとにセルティック・フロストから影響を受けたと語っている。デーブ・グロールは自身のソロプロジェクトにトムをゲスト参加させてもいる。1995年にリリースされたセルティック・フロストのトリビュートアルバムにはオーペス、エンスレーブド、エンペラー、メーヘム、グレーブ、カナダのです。 スラッシュバンド、スローター等の著名バンドが参加している。このような事実にもかかわらず、フロントマンのトム・フィッシャーは自分たちの与えた影響についてこのようなコメントをしている。自分たちがどう影響を与えたかなんてことには関わらないようにしている。俺は一人のミュージシャンなんだ。そんなことに巻き込まれたくない。そんなの健康的じゃないだろう。ただ、 良いアルバムを作っていたいんだ。俺はまだピンピンしてるし、やることが目の前に山ほどある。誰が影響力を持ってるとか、俺たちがどのような立場にいるのかとか、そういうことには煩わされたくない。そんなのはどうでもいいことだと思うよ。1988年にリリースしたサードアルバム、コールド・レイクがグラムメタルによった内容だったため、従来ファンの間で、 拒絶反応が起きてしまった。これには、後年トム・ジー・オリアーも、失敗と認め、アルバムの再発に際して、あえて選別から外し廃盤状態のままである。これは、オリバー・アンベルクが在籍した時代のサウンド変化であり、トニー・プラットがプロデュースを担当。世間では、アンベルクが、グラムメタル化させた主犯とされ攻撃を受けた。本人は、 その場のノリで意気投合した結果だと説明。リフ自体はヘビなサウンドであるためヘアメタル的ビジュアルの先入観で評価されなかったと主張している。バンド内でのアンベルクは問題児だったようで、脱退後バンド側とは連絡を絶った状態であった。後年トムと再会した際に和解し、当時の不誠実を自制している。ありがとうございます。